な差があるし、やっぱり EU なんかは自分の国の食料は自分の国でという考え方もあるんで、まあ、太郎さんおっしゃったように本当にあの鎖国でもされたらあの日本食料なくなって終わるっていう状況がもう目に見えてるん でこれで TPP まっしぐらとなると、本当にその、まあ、神奈川の農業が TPP によって打撃を受けるかというと、まあ、そんなに打撃はないんだろうと思うんですが、まあ、地方の方はやっぱり大きな打撃を受けるんで、だからそうですね、その辺でもうちょっと本当に真剣に考えていかないと、農業者がいなくなったら終わりなんでと思うんですよね。ありがとうございます。まあ、今言われた EU の補助金が9割バックアップしてくれると、でもうまさにこれ食料が一番大事で、これを奪われたらもう終わりだということの表れだと思うんですよね。だからそういうふうに、まあ、先ほどこのハタポポのやつが出てきましたけど、まあ、大体 15% ぐらいじゃないかと補助されるのは、まあ、それでも少ないぐらいなんだろうと。で、まあ、なり手が少ない、なり手が少ないって、それを儲からずにギリギリで体力的にもしんどい仕事だったら集まるわけないだろうということなんですよね。いくら不作でも食べていける、しっかりと支えてくれるってことが約束されなきゃそこには人は集まらないですよね。だからそういう部分、農業っていう部分に関して、なんやろな、人が集まるような、要はそこに、取れ高が少なかったとしても、なんか不作だったとしても、しっかりと保証されるっていうことを考えていかなきゃいけないんですけど、今もう全く真逆ですね。で、まあ、ブランド化しろと。日本の農業は強いんだと。考えてみてくれと。石垣牛だろうみたいな農業だったりとか、ね、酪農だったりとか、ブランドがいっぱいあるじゃないかっていうような自慢するような演説するんですけど、それはお前関係ないだろうってことなんですよね。政府は努力せずに、その生産者が頑張った結果そうやってブランド化されていっただけなのに、そのブランド化、ブランド化成功したことはなんか政府が関わったっていうような空気だけこう、代表質問の時とかもね、なんか施政方針演説とかっていう時でも言ってるような状況なんですけどね。まあでも、全てはもう今やってることは何のブレもないんですよ。実は今自民党がやってることは、その農業問題に関してもそれ以外の労働問題に関しても全てもう一貫してるんですよね。誰のためにやってるかってことがものすごく明白であると、だからもう何回も繰り返す話なんですけど、誰に応援されましたかっていうことが一番重要で、応援してくださった方々が要は望んでることを一生懸命やってる、非常に真面目な仕事してるんですよ。頑張ってないんじゃないんです、ものすごい頑張ってるんです。自分たちがお世話になった支援者に対してどうやったら恩返しができるだろうってことを一生懸命考えてらっしゃるんですよね。皆さん、政治家の皆さん、多くは。で、まあ、ざっくりと話をすると、すいません、一覧、あ、そうですね、まあ、これ見たことある人いると思うんですけれども、経団連が一番です、選挙頑張ってんだよ、経団連の影響が一番政治に大きく及んでいる、一番影響があるっていう話なんですよね。で、まあ、どういうこと決めてるかって言ったら、とにかく企業のコストを減らして、で企業が儲かるようなことをしていくってことですね。だから農業の問題に関してだって、じゃあもう商売用意しますわと、結局もう補助金がいっぱい与えられてる状況だったらなかなか農業をやめないわけだし、だからこれを一気にね、もうこれはもうおまま食い上げだっていう状況にされていった方が土地も手放してくれますよね。だからそういう状況をどんどん作っていって、どうですかこれで商売やりませんかってことを一緒にやっていってるってことですよね。で、まあ経団連が、主な提言として挙げてること、これ命令なんですけどね、提言っつってるけど命令だってことなんですよね。まあ、とにかく一番コストをカットしたい、企業にとってのコストをどんどんカットしていくんだってことを推し進めてるのが経団連。企業にとってのコストは何か、大きく分けると2つあると。一番のコストは2つある。一つは、働く人々がコスト、一つは自分たちが支払う税金がコストだと。この2つをどんどんカットしていくっていう話を今進めていってるってことなんですよね。だから、例えば上から3つですね、これ派遣法改正と外国人労働者とホワイトカラーエグゼンプション、これ残業代ゼロって言われてるようなものなんですけれども、この3つはもうまさに安い労働力を爆発的に作るために、政治が一生懸命旗を振って、応援してくれた企業側に応えるためのものなんですよね。もう派遣法も皆さんこれご存知の通り、一生派遣のままで働けっていうような状況が担保されてしまうと。今までだったら3年派遣で働いたと、その、ポジションがあったとしたら、次の年からそこはもう正規の雇用にしなきゃいけないっていう話だったけれども、それをなんか、
ポジションを変えながらいろいろもうずっと派遣で働き続けられるような状況にしてしまったってことなんですよね。それによって喜ぶのは誰だっていう話ですけども、派遣業者が喜ぶ、もちろん雇ってる方も喜ぶけれども派遣業者も喜ぶと、ね、民間議員とかやってる竹中さんとかね、竹中何やったっけ、平蔵さんやんですね、竹中平蔵さんとかの会社も儲かるんだよな、派遣社員によってっていうことですね。で次お願いします。で外国人労働者どんどん入れよう、外国人賃金安いよね、どんどん入れればいいんじゃないの、日本少子化だしって話なんですけど、これやられると非常に困ると。まあ、一部はもちろん入れていく、入れていかなきゃしょうがない分野もあるかもしれないです、ひょっとしたらね。だけどこれを、やられるとあなたよりも安い賃金の人たちが大量に流入してきた場合、あなたの仕事なくなる可能性高いですよってことですね。私にしかできない仕事なんだって本当に言えるかってことですよね。そういう仕事につけてる人の方が少ないんじゃないかってことなんですけども、とりあえず今は一部だけだと限定してるって言いますけど、これでどんどん規制緩和されていきますね、おそらく安い労働力を入れるために。世界の低賃金競争に皆さんが巻き込まれるっていうことを堂々とやってる。これに反対したの共産党と山本太郎だけだったんですよね、これね、数年前保守って名乗るのやめてもらえませんって話ですよね。保守ってなんかもう言葉の意味が変わってきたなっていう、この国の労働環境をぶち壊して皆さんの首を絞めるようなことを保守って言われるような人たちがやるのかっていうことなんですけれども、もう張り切って全力でやります、誰のために、お世話になった皆さんのために。でこれホワイトカラーエクゼンプション何なんだ、残業代ゼロだよってことなんですけれども、これ今多分参議院選挙が終わった後ぐらいに入ってくるやつですよね。1075万円以上年収ある人たちには残業代なしね、そう聞くと、まあじゃあだったらいいじゃないか、1075万円ももらってんだから年収でっていう話になるかもしれないんですけども、まあもともと残業代がつかないような役職の人たちですよね、おそらく1000万円超えるような人たちは。だから残業代なんてもともとつかないんだよって、どうしてそんな値段設定したのかってことなんですけども、本当の狙いは昔にあったってことなんですね。2005年の6月これ出されてた時は年収400万円以上は残業代なしって話にされてたんですよ。2005年に言ってた時は400万円以上つってたのに、今になって1075万円つってるってことは400万円以下を目指すってことですよね。要は400万円でスタートし昔は言ってたくせに、それ風当たり強すぎるだろうと、みんな怒るぞそんなこと言い出したら。だから、風当たりが強くならないように1000万とかっていうようなわけのわからない数字にしたってことですね。400万円で言ってたってことはそれ以下にしていきたいってことですよね。でこれ残業代なんてもともとつかないよって人たちいっぱいいると思うんですけれども、残業代もちろんサービス残業でやると、会社潰れるの嫌、自分も仕事を失うの嫌だからサービス残業で答えてるっていう状況ですけれども、だからもうそんな残業代ゼロって言われたってピンとこないわって、当たり前だろ今の世の中って思う人もいるかもしれないんだけれども、でもそうじゃないんだと。1日8時間っていう労働時間が決められてて、それを超えると残業代必要ですよ、労働の対価が必要だっていう、この基本的なルールを壊されるってことですよね。一生働け定額でみたいなことが可能になると、あまりにも恐ろしい話ですけども、これ、おそらく参議院選挙の後になるんじゃないですかね。こういう都合の悪いもの全部先送りにしてるんですよね。今はもうクリーン自民党、そういうキャンペーンの途中なので、こういうのは後々来るだろうなっていう話ですね。でもう一回一覧表に戻ってもらっていいですか。でまあそんな形でとにかく企業にとってのコストをどうやって削減できるかってことを政治の世界で一生懸命頑張ってらっしゃるね。本当に狂ってるよな経団連。だって消費者の生活が立ち行かなくなったらあなたたちどうするんですかってことでしょ。あなたたちが作ったものを買うのは消費者ですよね。その消費者の首が絞まるようなことをしてどうするんですか。働き方が不安定、賃金が安くなる、それで皆さん消費できますかっていう話なんですけども、そんなことは商売としてはちっちゃい部分なんですよね。この人たち今やもう税金が横流しされるようなことをどんどんされているわけだし、それだけじゃなく自分たちのコストとしての、労働者の環境をどんどん壊していけば自分たちどんどん儲かりますからね。あまりにもひどいことをし続けてるってことですよね。これって持続可能な世の中かって思いません？持続可能ですかね、こんなことやってて。どん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 格差広がっていって、デフレがどうのこうのって言うけど、デフレ脱却するんだったらじゃあみんなに経済行動を起こしてもらう、経済活動してもらわなきゃいけないよねって、お金回してもらわなきゃいけないのに回すお金がないじゃないかって、
生活苦しい、苦しい人 60% 超えてんだぜって。で経団連がもうこれはもう本当にサイコパスっていうか、もうサイコパスじゃないな、もう本当にちょっとおかしいな人たちだなと思うのは消費税なんですよね。消費税2025年までに 19% まで下げろっていうね、またイカれたこと言い出してるんですよ。 19% まで上げるっていい根性してますね。むちゃくちゃでしょ。 19% まで上がったらどうなるって、 8% が 10% になるってところでも議論になってるのに、これ 19% まで上げろっていうことを言ってるって。これ 19% まで上がってきますよ、これ間違いなく。このままいったらどうしてかって、自分たちがもう一つのコストである税金、払う税金、法人税を負けてもらいたいから。法人税が安くなっちゃったら収入減っちゃうから、その分どっかから取ってくる、じゃあ皆さんから取ってこよう、だから 19% に上げろって話をしてるっていうね。もうすごいなって。90年代 50% 近かったんですって、法人税。法人税実効税率 49.98%、 それがだんだん安くなっていく。2014年度は 34.62、 15年は 32.11、 16年は 29.97、 どんどん下がっていってる。企業は税金がどんどん安くなっていってる。本当に払ってんのそれって話ですよね。じゃあ分かりましたと。どうしてそんなに企業の税金を安くしたいんですかってことなんですけど、高いのよ世界と比べて。日本の税金は企業大変なんだから、ここを安くしていかないと雇用増えませんよ、賃金上がりませんよ皆さんっていう話にされてるんですよね。で海外からも企業が来てもっと活躍できるようになれば皆さんの暮らしもっと豊かになるんですから。日本の税金とにかく高いんです、企業が払ってるのはって言われたんで、じゃあ 34.62%、 2014年度ですよね、 34.62% の時代に、じゃあ、それを払っている、まともに払っている企業どれぐらいあるんですかって聞いたら、財務省はそういう企業ありませんって答えたんですよ。消費税のポストにします、ね、それだなんかマイナスだもん。ひどいでしょ、言ってること全然違うじゃないかって。これどういうことなの、まあ、結局これと一緒ですよ、これと一緒。消費税の引き上げ分は全額社会保障の充実と安定化に使われますっていう、これと一緒で、TPP お願いします。 TPP お願いします。あ、じゃあ戻ってください、すいません、話戻りますね。 34.62% 2014年度で、法人税自己税率払ってる、だからもう大変なんだって話をしてて、分かりましたと、じゃあどれぐらいの企業がその税率通りに払ってるんですかって話聞いたら、それはもう存在しないって言われたんですよね。どうして存在しないんですかって話を聞いたら、それはもうこういうね、お得な制度があるんだよ、法人税租税特別措置だと、まあ、要は割引きますよと、一定額控除しますよっていうようなシステムがいっぱいあるんだ、どれぐらいあるんですかって話なんですよ。こんなにあるよ、羨ましいなーって。皆さん税金引いてもらえるようなシステムこんなにありますかってことだと思うんですけどね。で、まあ、こんなにあって内容がいろいろごちゃごちゃややこしいんで、一番簡単なもの、説明しやすいものを選ぶと、研究開発の税額控除、何か商品作りますとかっていう話の時に、研究しますから開発しますからっていうことにかかった費用、それを一部税金安くしましょうねっていうような話なんですよね。で、まあ、こういうシステムを、よく使われているっていうのが、まあ、50% ぐらいが、50% ぐらいが、資本金100億円を超えるような大企業への減税に使われていると、まあ、減税が悪いとは言いませんけども、あまりにも行き過ぎじゃないのって。でしかもこれよりももっと安くしていこうとしてるでしょってことなんですよね。こんなに高いんだから負けなきゃいけないんだって言い続けておきながら、そんなに払ってる企業なんてもう存在してないってことですよね。その理由がこういういろんな、この88以外にもたくさんの、税を割引くようなシステムが用意されてるってことなんですよね。あまりにもひどいな、どうしてそんな政治すんのっていう話なんですけど、だって支援者がこの人たちなんだから当然ですよねってことですよね。だからもう毎年のように自民党に対してもこの企業献金というのが増えていくばかりだと。前年度比でも 25%、60% アップ、 44% アップってどんどん上がっていくってことですよね。支援者のためにルール改正をどんどん積極的に行っていってますっていう、非常に一生懸命頑張ってらっしゃるんだなっていうのがよくわかりますよね。その結果どうなるんですかってことですけれども、企業が持っている、余剰金がどんどん増えていっているっていう状況、354兆3774億円。うわー、ほら、どんどん増えていってますよね、内部留保。こういうとこから取らないんですって。こういうとこから取らずに、もう皆さんから取ると。もう皆さん 60% 以上生活苦しいっていう状況にあって、6人に1人が貧困っていう状況にもあるにもかかわらず、全員に等しくかかるようなダイヤモンドから粉ミルクまでかかるような、ね、消費税の取り方をして。で皆さんから
お金を集めると、ここ安くし、ここ安くしたいためにです。あまりにもありえない話だろうなと。非常にずるいなって。あれ所得税の所得税の、あまりにもひどいよな。まあ、もう日本国内見てみても、あの貯蓄ゼロだって人たちが 31% ぐらいいると。貯金なんてないよって人たちもこんなにいるんだってことですよね。で結局さっき の政府側の説明、企業が儲かればあなたは賃金増えますよ、雇用増えますよって話の、答え合わせにするとやっぱこうなっちゃうんだって。ちょっと待ってくださいね。まあもうとにかく雇用はひどい状況になってると、量は増えてると言うけれども質が悪くなってると、いつ首を切られてもおかしくないっていうような非正規がどんどん増えていっている。それがもう100万人以上超えてるんだと。先ほどのやつですよね、これ非正規雇用187万人、こういう働き方になって誰が喜ぶってことなんですけど、当然雇う方は喜ぶだろうと。で安定した働き方どんどん減っていってるよって、いつだってクビにできるし賃金全然違うんだって話ですよね。じゃあ正規と非正規どれぐらい賃金が違うかって話になったら、あくまでもこれ全国平均で言うと正規の社員が473万ぐらいで、非正規が168万ぐらいで、同じような仕事をさせられてると、どっち雇うって言ったらそれはいつでもクビにもできるわけだから、じゃあ非正規でいいやって話になりますよね。これで将来あるかなって話ですよね、このままでいって。最近安倍総理が同一の仕事は同一賃金って言い始めてたのは、あれもクリーン自民党キャンペーンみたいなものなのかなと今ふっと見て思い出したんですけど、あ、同一労働同一賃金って言ってたんですか。同一労働同一賃金って言ってる人が今度格差広げるわけないですから、もちろんあのクリーンキャンペーンの一環だと思いますよね、だったら派遣法なんて通すわけないしってことですよね。でこれだけ賃金の開きが出てるってことで、男女間に差が生まれるってこともやっぱりそこを是正していくってことを本当はしていくはずなんですけど、そうはなってないと。企業が儲かれば儲かるほどそれを自分たち の内側に溜め込んでいくっていう方向に行ってるわけだし、だからどっちかですよね。企業がちゃんと分配するってことが担保されるんだったら、ね、税金を安くするってことは考えられると思うんですよね。儲けた分をちゃんと賃金アップさせるっていうようなことになっていくんだったら、でもそんな風になってないじゃないですか。でその一方で消費税とか、ね、大企業が自分たちでまた輸出戻し税っつって自分たちの懐消費税払ってない、消費税自分たちがなんか資材調達とかしてる中小企業零細企業に消費税かぶらして、自分たちは消費税を払っていないのに海外輸出自分たちが作ったものをして、で海外では日本の税制の消費税は取れないから、それじゃかわいそうだなっていうシステムの、輸出元資税っていうような還付金を受け取ってる、払ってもないもの払ってもいない税金を還付で受け取ってるっていうことがあったりとか、だからもうやってることはもうむちゃくちゃなんですよね。でももうやるべきことははっきりしてて、税金の取り方を変えろと、あるとこから取るしかないんだってことですよね、まあ、そのベラボーに取られたりとかしたら、ベラボーに取るっていうことになっちゃったらもちろん、ね、企業は逃げていっちゃう可能性があるだろうから、海外に逃げるにもやっぱりいろんな手間があったりとか費用がかかるわけだから、そこのコスパ良いところを、ね、なんか落としどころにしていくっていうことが必要になっていくと思うんですけど、でも今やろうとしていることは確実にもう原発の政策と一緒ですよ。原発の政策も一緒やし、それ以外のことも全部一緒、もうノーフューチャー、もういけるところまで行こうぜ、そのためにも最大限に利益を上げさせるっていうことを政治の世界でもで、こういう経済界でも一緒に、マスコミも一緒になってみんな頑張ってる、一丸となって一生懸命自分たちの仕事をしてるっていう状況ですよね。これ将来あるかなと思うけど、将来ないですよね、このままいくとね。手挙げましたよ、ノンチャンネルの方が。政党助成金ができた時に企業献金をなくしていくってことで政党助成金ができたんですけれども、最近また政党助成金を出しますっていうような話が出たり、すでにもうたくさんの企業献金がなされてるんですけれども、その辺はこれからどうなってるんでしょうね。どんどん緩くなっちゃうんですか。
どんどん緩くなると思いますよ。あの政党助成金っていうのが配られるんですよね、政党には。で、おそらくうちの党で3億ぐらいで、自民党になると170億ぐらいかな、で民主だと80億ぐらいですかね。で皆さんから1人1杯ずつコーヒー代ぐらい集めて、それを要は政治に金がかかるから、でそれを分配しますと。それをやり始めた理由は、要は企業との癒着があまりにも目に余るから、佐川だったりでリクルートだったりとかっていうことがあったわけですもんね。だからそうしていくはずだったんですけれども、もうそんな話なかったことになっちゃってるってことですね。政党交付金もいただきますし、もちろん企業からも現金どんどんいただきますと。でまあ最近銀行からのね、大手の銀行、要はリーマンショックとかでもうかなりやばくて、要は国費投入したっていうような銀行が持ち直してきたっていうかね、だから自分たちも企業現金っていうのをまた再開し始めてるっていう状況ですよね。でそのメガバンクなんかは自民党に対してお金を融資してたりとかするわけですよね。だからもうすごい仲いいわけですよね、もうお得意さんっていう話ですよね。なんか非常に、でこの状況どうなっていくかって話ですけど、まあこのままいったら多分、このままいったら多分というよりも、もう固定ファンじゃないですか、その人たちは。自分たちの政策をやっていく、自分たちの利益を上げる政策をやってくれるのはこの人たちって決まってるから、もうそれはずっと続いていく話だと思うんですけどね。でまあ共産党はね、これ受け取ってないんですよ、政党交付金。これ偉いですよね、非常に偉いなと思うんですけれども、それはどうして受け取らないで済むかって話なんですけど、自分たちでこう資金を集められる部分はあります。例えば 赤旗とかね。で公明党もおそらく政教新聞とかあるでしょ。でこれ政党助成金やめろって話になったとしたら、企業献金受けられない人たちはもう淘汰されるってことですよね。で企業献金ってものも禁止になったら、共産とか公明とかみたいな選択肢になるんじゃないですか。だから、共産党は非常に偉い、この政党交付金を受け取らないという態度は。でもそれと合わせて、選挙に金がかからないっていう部分を両方セットで語らなきゃいけないんですよ、本当は。自分たちは政党交付金を受け取らなくてクリーンですっていうキャンペーンだけは使っちゃダメなんですよね、本当は。その根本の部分、その選挙に、例えば山本太郎出馬するとしたら300万かかる、選挙やるとしたら3000万近くかかる、一人が一つの選挙区で最低普通に選挙やろうと思ったら3000万、それが全国に立てるってなったらどうなるみたいなね。参議院だったら選挙区 でそれが比例って形になったら、まあ無所属だったら10人集まらなきゃいけないんですよね。一人600万、6000万、入場料だけでかかる。でこれで、選挙にかかる費用って言ったら多分2億ぐらい必要ですよね。だからここと政党助成金受け取らないってことと両方本当は言ったら本物だなって感じしますね、うん、受け取らないってことは素晴らしいですけどね。受け取らなかった分どうなんだろうな、また各党に配分されるのかな、うん、だからこの本当は選挙に挑戦しますっていうことに関して、ヨーロッパ並みに数万円とか10万円とかっていう世界に本当はしていかなきゃいけないんですけど、もうこれは自分たちの既得権益に余計なやつ入れたくないっていうことの意思表示なんですよね。お前大丈夫、やりたいの政治、お金用意できるみたいな、一つハードル、すごい高いハードルがそこに待ってるってことですよね。だからここをなんとかしなきゃいけないんだけれども、それをできるのは多数派だけと、心ある人たちが政権を取った時にそれをやっとできる状況になるのかな。今はその土俵に乗って一緒に戦うしかないんだなっていう部分なんでしょうけどね。今言っちゃえばいいですか。じゃあ、選挙のことでもう一つ質問したいんですけど、沖縄に太郎さんくらいに応援 しに行って、みんなで応援したんですけど、残念ながら、今回は難しかったんですけれど、私たち先ほど一人一人が一人周りの人にちょっとずつ話をして、変えていかなきゃいけないなってことを話していかなきゃいけない。で私は自分の周りのボランティアの仲間たちを数人ずつ、金曜日の行動に連れて行ったり勉強会に連れて行ったりするようにこうずっとここ2年ぐらいやってて、その中の1割ぐらいの人たちが関心を持って自分たちで動き始めてるんですけれど、なかなか広がんない、まだまだ広がらないんですけれど、なんかうまい方法ないかな。あとさっきちょっとお話があった自民党の人たちはいろんなお祭りに行ったりする
盆踊りとか葬式とか行く。で、私は地元のそのボランティアやってると向こうから声をかけてくるわけですよ。で、裏ではあいつは太郎さんと一緒に何かやってんだみたいなことをいろいろ聞こえてきてるんだけど、お祭りに来ると、あーのんちゃんじゃないけど来て、もう両手で握手して、でやるとこう周りの一緒にやってるボランティアの仲間たちは、のんちゃんの知り合いだったら、のんちゃんの知り合いなんだ、じゃあ応援しなきゃみたいになっちゃうんですよね。あ、ちょっとまずいな、すごいその辺がちょっとこう悩みの種、その辺でやめてくださいって言えないで、ちょっと困ったな。で、やっぱりそれと感じるのは、その自民党さん、公明党さん以外の人はみんな見たことがないんです、そういう場所で。だからそういうのは他の党の人たちはなんでやんないのかなっていうのを感じます。以上です。ありがとうございます。じゃあ一番最後 のお話から、おそらくその衆議院で小選挙区とかでやってる人たちはみんなやってると思いますよ、おそらく。たまたまそののんちゃんの近くにいらっしゃらなかったりしたのかなって感じだと思うんですけど、それがメインの仕事になってますもんね。だからもう次の選挙のことだけってことですよね。で、そういう人に出会った時にどうするかって話ですよね。その自民党の人も全然握手していいと思うんですよ。逆に応援してますからっていうことでやる方がいいのかなと思うんですよ。警戒されない、応援してますよ、いいですねみたいな話でいいと思うんですよね。次の選挙も僕の仲間もみんな応援してる言うてますからっていうことを言っておきながら、何かね、伝えるメッセージがあればその場で言う、もしくはその次の機会にまた言うとかわからないですけれども、明らかにこう敵対関係っていうことがなんか見てわかるようになっちゃったら、多分もう向こうもね、時間もったいないからもうパスですよね、そこは無視みたいな。でもそういうことしないやろ、どうもって言うでしょうね、多分頭下げるのただですもんね。そういう感覚ですよ、おそらく、うん、そうですね。で、どうやったら周りの人たちにっていう話ですよね。それはちょっと僕も難しいなと思ってるんですよね。こうやっていろんなところで今全国で喋っていってるんですけど、その中でもやっぱり自分の中に波ありますもんね。いや、今日はちょっとネガティブな空気出たなみたいなこともあるわけじゃないですか。こう本当はね、もうみんな一緒にやっていきましょうよみたいな話でこう盛り上げていかなきゃいけないんだけども、やっぱりこう喋ってて自分で落ち込むみたいな話ありますもんね。あかんみたいな、もろに食らった自分で喋っててみたいな話っていうのもあると思うんで、だから非常になんかこう魔法のカードがあればいいんですけどね。でもそれがなかなかないなっていうのが本当に難しいところだなと思うんですけど、だから政治と無関係だっていう人に対して何かいい言葉ないですかね。なんか思いつかないですか、皆さん。っていうか考えてもらいたいんですよね。この春までの間にそういう言葉がたくさん生まれてくれば、俺と政治は関係ないっていう人に対して話しかけるっていうか、あ、関係あんねんなってちらっとでもいいから思ってもらえるような、なんか言葉があればいいのになと思って。で、僕まだ1個しか、あ、手がかかりましたね。ではないんですけど、はい、ちょっと待ってくださいね。空気言葉、強い言葉というのは思い浮かばないんですけど、その空気感で結構動いてるなっていうのをすごく感じていて、なんか選挙の話するのは当たり前、投票に行くのは当たり前だけど、え、行ってないのみたいな、行ってないことが格好悪いっていうのを作っちゃうっていうのがすごい強いなと思ってます。それありますね、本当にね、うん、どうなんやろその場合。まあそれも乗るかするかっていう形になるんでしょうね。まず自分たちのなんか変わったことしてるっていうのを、まず自分たちがまず変わってることしてるって意識をもっともっと取っていきたいなっていう、普通っていう風に、なんか当然意識とかって前エステで働いた時に、いかに当然のように綺麗になるのが当たり前で、当然のようにロボを組むみたいな、すごいそういうところに行ったんですよ。当然意識っていうのがすごい強くて、え、当然だけどなんでやってないのっていうのがだん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 こう強くなっていくと、こう無関心というか、思ってない人もこう、なんていうんですかね、
ブームというか流行りというかそういう風にしてっちゃうと乗ってない自分がおかしいんだっていう風なを作りたい、うん、いいっすね。そういう風になってたら本当にいいでしょうね。だからこう本当にさっきも言いましたけど、例えば一人選挙を連れていくことにこう自分の徳が積むことになるんだみたいなね共通の神様を信じてる者たちの強さみたいなもの、そういうものがないから、なんかね、なかなかこうそういうカードがあればいいけれども、なかなか難しいですね。ラジオ体操のカードね。ラジオ体操のカード。ラジオ体操。観光してます。それを集めたら何がもらえるのかな。それでまた詰まったりしてね、なんかね、お芝居とかでね。まあでもこの空気感、あれマジで行ったことないの選挙みたいな話でちょっとね言われるとちょっとショックな部分あるかもしれないですね。傷つけるほどじゃなく、うん、あれダメだ。